こんにちは。今回はトリック警部補矢部健三とはどんな作品ということで、今回は最近知った、もしくは以前から作品の名前は知っているけどどんな作品なのという方に向けて、今回わかりやすく解説していきたいと思います。大まかな目次として、最初にトリックがどのような作品なのか、次に登場人物の紹介、そして警部補矢部健三がどのような作品なのか、最後に見てみたいと思っていただけた方にどのような視聴方法があるのか少し話していきたいと思います。トリック警部補矢部健三を未視聴の方が一度見てみたいなと思えるよう、わかりやすくそして詳しく解説していきます。もちろんネタバレなしです。それではまずトリックがどのような作品なのか知っていきましょう。トリックとはテレビ朝日で2000年7月7日に放送が開始され、2014年のトリック劇場版ラストステージで完結したシリーズ作品であり、ドラマ3シリーズ、新作スペシャル3シリーズ、劇場版4シリーズ、スピンオフ3作品が制作されました。ちなみに全てをまとめるとこのようになります。主演は仲間由紀恵さん、阿部寛さん、監督は堤幸彦さん。話の内容は、マジシャンである山田直子と日本科学技術大学教授の上田次郎がインチキ超能力やインチキ霊能力などを使った事件のトリックを見破り事件を解決するドラマで、ジャンルで言えばミステリーコメディーです。 DVD の表紙、特にドラマシリーズの表紙を見てジャンルがホラーのように思える方もいるかもしれませんが、ミステリーとコメディーどちらが作品内で強く出ているかと聞かれたらコメディーと言えるほどです。例えば登場人物の会話が面白いといった笑いから、細かい数秒しか映らないようなシーンでも小道具や看板など細かい笑いが多く、コメディー好きにはおすすめです。かといってミステリー要素も素晴らしく、何度見ても飽きない面白さです。これ以上はやはり見てもらった方がよくわかるかと思いますが、注意点として、このドラマトリックシリーズは基本2話構成で1エピソードとなっており、母の泉は3話構成、千里眼の男は1話構成、六墓村 100% 当たる占い師は 2.5 話構成となっています。トリックはインチキ超能力者などのトリックを見破っていき事件を解決していくコメディ作品という認識で自分は OK だと思っていますが、ジェットコースターは勢いよく下っていくようにシリアスなシーンがあったりと、こういったところもトリックの見ていた面白い部分です。では次に登場人物についてご紹介していきましょう。トリックには様々な登場人物がいます。今回は時間の都合や多くの登場人物を解説すると、実際に見てみた時に面白さや新鮮さなどが薄れてしまうかと思いますので、この動画では4人の人物をご紹介します。まず1人目は山田直子。先ほど少し紹介しましたね。山田直子は偉大なマジシャンであった亡き父山田耕造を見て育ち、マジシャンになったものの人気がなく、とても一般的な生活を送っているとは言えない生活をしています。性格はそそっかしい部分や強欲な部分が目立つものの、笑うことが苦手であること、そしてペットにカメやハムスターを飼っています。超能力、霊能力などはこの世に存在しない、全て技術で証明できると考えており、実際に多くのインチキ超能力者などのインチキを暴いていきます。2人目は上田次郎。こちらも先ほど少し紹介しましたね。上田次郎は日本科学技術大学理工学部教授であり、専門は物理学。超能力、霊能力といった存在を否定しており、後に今まで解決してきた様々な事件を書いた書籍を販売しています。そのせいもあり、上田に超能力、霊能力絡みの事件を解決してほしいと依頼が来て、事件に関わるきっかけとなります。物理学者でありながら通信教育で学んだ空手などの格闘技が強いものの、臆病な性格、そして騙されやすく、実際に事件を解決するのは上田ではなく直子という始末。ちなみに計算などの頭を使うようなことや物理パズルなどはたやすく解いていきます。3人目は矢部健三。
矢部健三は警視庁公安部の刑事であり、直子と上田が関わる事件に必ずと言っていいほど関わり、時に警察では依頼時に捜査が難しい超能力、霊能力絡みの事件を矢部が持ってくることも。刑事でありながら、本当に刑事なの？と思われるような発言や行動をしており、これでも階級は警部補です。ちなみに、矢部には3人の部下がおり、3人とも違う個性があるので、それぞれのやりとりを見て楽しむのも醍醐味です。4人目は、山田さとみ。こちらは、直子の母であり、長野県で子供たちに書道を教えています。書道の技術は腕利きであり、政治家などから文字を書いてほしいと依頼が来るほど。さとみは、トリックシリーズ内で重要な人物でもありながら、直子と似ている部分があったりと、親子だということを感じさせるシーンも見どころです。4人をざっくり紹介していきましたが、最初に言ったように、様々な登場人物がおり、また、どの人物も特徴があり、一度見るとなかなか忘れられない人物ばかりです。ここからは、トリックスピンオフ作品、警部補矢部健三が、どのような作品なのかご紹介していきましょう。警部補矢部健三とは、2010年4月9日から放送が開始され、2017年の警部補矢部健三、人工頭脳 VS 人工頭脳で完結したトリックシリーズのスピンオフ作品であり、ドラマ3シリーズが制作されました。主演は生瀬勝久さん、監督は木村久志さん。話の内容は、警視庁公安部の警部補矢部健三が、テロなどの大規模な事件を3代目部下である秋葉ハランドと共に事件を解決していくドラマで、ジャンルは刑事ドラマ、コメディーです。ですが解決すると言っても、矢部が解決するわけではありません。先ほどの登場人物紹介で話したように、刑事なの、と思うような発言、行動が多く、トリック内でも素人以下の推理をしてしまうため、庶務課の刑事、警視総監の娘が、解決の手伝いをしていきます。トリック同様、もしくは、トリック以上のコメディ寄りの作品で、通常の刑事ドラマとは違い、主人公ではなく、周りの人物が事件を解決していくというのも、この作品の特徴です。また、パロディ要素も強く、特撮、プロレス、ジブリなどの様々なパロディが詰め込まれています。警部補矢部健三は、13秒に1回の笑い追いとして作られているため、トリック以上にコメディ要素が強く、トリック内の小ネタも豊富のため、あらゆる人が笑える作品でしょう。警部補矢部健三内の登場人物については割愛させていただきますが、一部の出演者をまとめました。これらを見て様々な方が出演されていることがわかりますね。それでは最後に、見てみたいと思っていただけた方にどのような視聴方法があるのかをご紹介して、この動画を終わりたいと思います。トリック警部補矢部健三を視聴する方法はいくつかあります。そのうち大まかな方法としては、 DVD を購入する方法、次に DVD をレンタルする方法、そして動画配信サービスを使う方法があります。今回はこの3つの視聴方法をご紹介していきたいと思います。1つ目の DVD を購入する方法、こちらは初めて視聴する方にはあまりおすすめはできませんが、もし一度見てハマったという方はぜひおすすめです。もちろん DVD ですので、ちょっとした特典映像なども入っており、例えば放送、放映時にはカットされたシーン、通称闇落ちが見れたりなど、ハマってしまった方にはぜひおすすめの視聴方法です。2つ目の DVD をレンタルする方法、こちらは一番スタンダードな方法ですが、初めて視聴する方にはおすすめかと思います。レンタル版ですので、特典などに関しては視聴することが難しいかと思いますが、一度 DVD レンタルショップに出向いて、パッケージに目を通し、自分が見てみたいと思う話をレンタルしてみてはどうでしょうか。ただ、この方法は、多くの人が DVD をレンタルしているかと思いますので、場合によっては、傷や汚れなどが目立ち、一部画質が悪くなっている場合などがあるかもしれません。3つ目の動画配信サービスを使う方法。こちらはすでに動画配信サービスを契約している方であれば、一番おすすめの方法かと思います。2021年8月現在で、Amazon プライムビデオ、テラサが、すべてのトリック、警部補矢部健三を配信しています。
もし契約していないという方でも、少し手続きなどは必要かもしれませんが、一定期間無料でサービスを体験するようなキャンペーンをしている場合もあるので、この期間に一度見てみるというのもおすすめです。一応これで、トリック警部補矢部健三の解説は以上となります。正直、初めて見た時の新鮮さなどが損なわないよう、そしてわかりやすく、どのような作品なのかを解説するのに、どこまで解説するべきなのか、少し悩みましたが、トリック警部補矢部健三を最近知った方、気になっている方が見てみたいと思えたでしょうか。もちろん調べれば、この動画以外でも解説している動画、サイトなどがあるかと思います。ただ、ウィキペディアなどの一部のサイトでは、ネタバレとも取れる内容が書かれていたりしますので、注意が必要です。もし、見てみたいと思っていただけた方は、先ほどの視聴方法をもとに、自分が見てみたいと思った回を見てみてはどうでしょうか。ですが注意点として、個人的な意見ですが、ドラマ版を見てみようと思った際に、1話構成だから千里眼の男を見てみよう、3話構成だから母の泉は避けようなどの考えは正直、否定的です。トリックは基本2話構成で1エピソードということで、時間を多く取るドラマだと正直思います。ですが、一度見ればほとんどの人が多くの時間を取ったことを後悔させない作品であると思います。基本的に一番見てみたいなと思うストーリーを選んで見てもらうことが、初めて視聴する方は一番だと自分は考えていますが、前述した1話構成だからといった考え方で決める方法、そしてトリックを見ずに警部補矢部健三を見る、そしてラストステージを見るのは正直あまりおすすめはできません。この動画を見て一人でもトリック警部補矢部健三を見て面白かった、ファンになったなど思っていただける方がいればなと思います。それではまたお会いしましょう。